皆さん、こんにちは。アメリカの下院議長として台湾訪問を計画しているペロシ議長がアジア訪問の議員団を率いて29日に首都ワシントンを出発したと複数のメディアが報道しました。訪問先は日本、韓国、マレーシア、シンガポールと台湾ですが、台湾は現段階では暫定的にとなっています。 ペロシ氏が台湾を訪問すれば、アメリカの現職のイン議長としては、1997年のギングリッチ氏以来25年ぶりになります。イン議長はアメリカの大統領権限の継承中にでは、副大統領の次のポストで、事実上ではナンバー3の地位にあります。ペロシ議長の台湾訪問について、 中共は外交部と軍隊が断固とした抗議と強烈な脅威を表明し、ないし習近平総書記まで自らバイデン大統領に電話して、火遊びをする者は自ら火傷をするとの脅威の話をしました。 ペロシ議長は出発する前に、アンジェを考えて訪問の詳細日程については公開しないと表明しました。今日はペロシ議長の台湾訪問について話します。ナンシ・ペロシ氏は現在82歳でアメリカの重要な政治家です。ペロシ氏はアメリカ歴史上では2回目に会議長を担当している人物です。 若い時はほとんど主婦でした。子供6人の母で、子供たちが全部成長した後、47歳から政治に携わりましたが、最初からカリフォルニア州の会議員に当選しました。これは35年前の1987年のことです。後に民主党内部でだんだん重要な人物となり、 長年民主党のリーダーを務めていました。2007年から2011年議長を務め、それからまた2019年から再度議長を務めています。ペロシ氏は反中国共産党の党首と言われ、中国の民主主義運動に積極的に支持しています。 1989年の学生運動が弾圧されるとき、ペロシ氏はすでに議員でした。天安門大学冊2年後の1991年、ペロシ氏は複数の議員と共同に北京を訪問しました。そのとき、天安門広場に行って人民英雄記念碑の前で、 中国の民主主義の人教者へ献花しました。当時は江沢民と李保、両独裁者が中共の最高指導者でしたが、彼らはペロシ氏に不満を覚え、彼女が喧嘩した花や横断幕などを片付けて、口頭での抗議をするだけで、ペロシ氏に対して何もできなかったんです。 当時、ペロシ氏は同行者と一緒に中国の民主化のために命を落とした人教者に捧げると書かれた横断幕を掲げていました。ペロシ氏は中国の民主主義運動を支持するだけでなく、具体的政治犯のためにも呼びかけています。だからペロシ氏は中共にとって非常に厄介な人物です。 バイデンやペロシなどアメリカの左派も平均主義など共産主義思想のようなものを主張していますが、中共と違うところがあります。アメリカの左派は文化マルクス主義と言われ、中共は霊林式の暴力マルクス主義と言われています。もちろんペロシ氏は台湾にも極力支持しています。 これも中共にとってとても頭が痛いことです。ペロシ氏は安全のために今回のアジア訪問の日程を公開しないですが、30日と31日は日本を訪問し、8月1日、横須賀基地から米軍軍,軍機に乗って台湾に出発するとの言い方もあります。 8月1日は中共解放軍の県軍記念日です。ペロシ氏はわざとこの日を選んだでしょう。さすが反共党首と言われた人物ですね。これは習近平に平手打ちをすることに等しいではないでしょうか。習近平はどのように対応するのでしょうか ペロシ氏の台湾訪問を阻止するために中共はあらゆる手段を使っていると言っても加減ではありません。ペロシ氏の台湾訪問はアメリカの民選大表がアメリカ国内法律に従う行為に過ぎないですが中国共産党のメディアが大騒ぎにするため 全世界に注目される政治問題となり、台湾海峡戦争の火種になるのではないかと議論されています。4月にペロシ氏は台湾訪問を計画していましたが、その時も中共は反対し抗議していました。最後にはペロシ氏に陽性が確認されたため、台湾訪問を延期しました。 当時、中共はペロシ氏に確認されたのは政治要請だと調笑し、公式メディアにも中共の断固とした反対と軍事上の脅威のため、ペロシ氏は移植して要請を口実に台湾訪問をキャンセルしたと公に報道しました。このようなご判断により、今回も 中共はメディアや外交部、軍隊などいろんな部分を利用してアメリカやペロシ本人に対して刺激的、脅迫的な言論を発表してアメリカの最低ラインをテストしています。例えば、中共メディア・環球時報の元編集長、フーシー・チン、はアメリカ軍機や ペロシ専用機が台湾海峡上空の12回り範囲内に侵入した場合、解放軍の軍機はアメリカ軍機に対してミサイルを発射してアメリカ軍機やペロシの専用機を追撃することができるとの言論を発表しました。外交部の趙立剣超報道官は 中国は最近アメリカに対してペロシ議長の台湾訪問に断固反対するという重大な懸念と厳粛な立場を何度も表明した。もしアメリカが中国の最低ラインに挑戦するならば断固として対抗する。これによって生じる全ての結果はアメリカ側が全部責任を取ることになると話しました。 これらの言葉は昔も数えきれないほど話したことがあります。まだ、軍隊側もペロシの台湾訪問に対して、決して雑誌せず、必ず強力な措置をとって強く牽制するとの言論を発表しました。しかも、7月29日と30日、福建省内海で軍事演習を行いました。もちろん、 軍事演習はペロシの台湾訪問にはいかなる脅威にもならなかったんです。まだ海外でも中共はペロシ議長の台湾訪問を止めようとしています。例えばアメリカ民主党の会員員であり、超党派米中ワーキンググループ共同議長であるラーセン氏は 中国大使館の役員から電話を受けたが、ペルシ議長の台湾訪問をキャンセルするよう報道官に伝えてほしいと頼まれたといい、7月25日、シアトル地域の会議でサンフランシスコ駐在の中国領事に出会ったが、 同僚時からもペロシ議長の台湾訪問を止めてほしいと頼まれたと言いました。まだ習近平も自らペロシ氏の台湾訪問を止めようとしていました。習近平は29日、バイデンとの電話で民意不可唯、玩火者必自焚と言いました。大体の意味は民意には逆らえない。 火遊びをする者は必ず自ら火けするということです。民にとは何でしょうか習近平は中国には14億人がいると言いましたが、中国人にはアメリカ下院議長が誰かを知っている人は何人いるのでしょうかペロシ議長の台湾訪問のことを知っている中国人は何人いるのでしょうか だから中国ではいわゆる民には全くないです。しかし、ペロシ議長の台湾訪問に対するアメリカ人の民にはどうでしょうか台湾人の民にはどうでしょうかアメリカ国民の民意は調べることはできませんが、共和党と民主党の一部の政治家たちの言論を見てみましょう。 アメリカのエスパー元国防長官は7月21日、アメリカ高官の台湾訪問の日程が中共に決められてはならないと指摘し、現在のアメリカの政策の大きな問題の一つは、中国に発言力を持たせすぎている。アメリカは正しいことをするべきで、 政治指導者が台湾に行って台湾の現状を理解し台湾の指導者と会談し台湾の意見を聞かなければならないと話しました。まだ保守系シンクタンクアメリカヘリテージ祭団のロバーツ会長は7月28日ペロシ議長の台湾訪問について私はこれまでペロシ氏を 称賛したことがない私たちの政治的立場はこれ以上ないほど相反しているが彼女が招待を受けたことには拍手を送りたい彼女が引き下がらないことには拍手を送りたいアメリカは中国共産党が決めたスケジュールを持つべきではないと表明しました。 まだ、テネシー州の共和党上院議員、ブラック・バン氏は、ペロシが台湾に行かなければ、共産中国が勝利することになると言いました。まだ、ポンペオ元国務長官は、ペロシ議長と一緒に台湾を訪問するとツイートしました。 このようにペロシ氏の台湾訪問を支持する政治家はたくさんいます。こんな状態でペロシ氏は台湾訪問を中止することがあるでしょうかペロシ議長の台湾訪問をめぐって、米、中、台、三者の軍隊も動いています。米軍の統合参謀本部の議長、ミリー氏は、 もしペロシ氏が台湾を訪問すれば、米軍は万全な準備をし、戦闘機と空母で保衛すると話したことがあり、しかも原子力空母レーガンがすでに横須賀から出港して、南海方向に向かって、実は台湾海峡に向かって航行しています。台湾では年に一度の大規模な軍事演習が25日から行われています。 中国からの攻撃などを想定した大規模な軍事演習です。26日、会場で行われた訓練を蔡英文総統が視察しました。 中国側は、さっきも話しましたが、すでに福建省の内海で軍事演習を行いました。まだ台湾海峡から遠く離れた山東省に駐屯している第80集団軍も公式サイドで、北暫、備暫という2文字を公開しました。戦争の準備ができたということです。 参加国がみんな軍隊を動かしていますが、本当に軍事衝突が起こるかどうかは別の話でしょう。また、在中国アメリカ大使館は、アメリカ市民に対して、緊急の場合、大使館または地域の領事館に連絡してくださいという緊急警報を発表しました。 今日は7月31日で一部のメディアの報道によればペロシ議長のアジア訪問の最初の国は日本です。それが本当ならばペロシ氏はすでに日本に来ているはずですが私がこの番組を作る時点でペロシ氏の来日についての報道は一つもありませんでした。 日本の次が台湾で8月1日に台湾に行くはずです。安全のために訪問の詳細を報道しないでしょう。一体結果はどうなるか待ってみましょう。今日はペロシ議長の台湾訪問について話しました。ご視聴ありがとうございました。